音楽家で俳優の星野源が24日深夜放送の日本放送星野源のオールナイトニッポン毎週火曜深1時に出演。記念すべき400回目の放送を祝福すべく小堺一機と関根勤の小堺がコメントを寄せた。小堺が400回おめでとうございますと切り出すと、関根が400回続いたら永久に続くっていうことわざを今作ったとすかさずボケて、小堺が相変わらずいい加減ですみませんと笑い声で謝罪。